ジュリアス・スルブラン・スチュワートはアメリカ合衆国出身の富豪の両親を持ちフランスで活動した画家であるヨーロッパで活躍したアメリカの画家ジョン・シンガー・サージェントと同時代の人物でフィラデルフィアから来たパリジャンと呼ばれたフィラデルフィアで生まれた佐藤産業で財を成したウィリアム・フット・スチュワートの息子で家族は1865年にパリに移り父親は 美術収集家として有名になり、スペイン出身の画家、マリアノ・フォルトゥーニやバルビゾン派の画家たちのパトロンとして知られる。ジュリアス・スルブラン・スチュワートは、パリで、キューバ出身の文筆家、サマコイスが家庭教師となり、エコール・デ・ボザールで、ジャン・レオン・ジェロームに絵画を学んだ後、スペインの画家ライムンド・デ・マドラーソの弟子になった。スチュワート家の資産によって、贅沢な生活を送り、 好きなように絵を描くことができた。自らの属する富裕階級の結婚式などのイベントやスタイリッシュな女性像を描いた。新聞王、ゴードン・ベネットの大型ヨットでの各地を就航し、描いた作品もある。1878年から20世紀、初めまでサロンド・パリに出展した。1894年の展覧会で、パリのアメリカ人画家に関する企画展示が開かれた時、 運営に協力したシカゴ万国博覧会にも出展した。ありがとうございます。